はい、こんにちは。ぼちぼち行こうか。はい、始まりました。もう今回でも100も30、40もかなりもうかなりいってやらせてもらってますけど、もう今日は11月なんですけども、はい、11月の6日今日は6日です。はい、こんな T シャツで、はい、すごい活動的な着ていただきました。寒くはないですか？大丈夫？寒くはない。これ何、日本子ども支援協会って書いてあるのは、あれですか、はい、岩佐忍さんの。そうです、そうです。あ、もうご関係の方。はい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 、そうです。はあ、いや僕はまあ初めての方なんですけど、以前ゲスト来ていただいた岩佐さんのご関係の方。そう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 。ちょっとあの11月23日に今度岩佐忍さんの公演で、ぼちぼちあのイベントをさせてもらいます、はい、ひょっとしたらもう終わってるかもしれないですね。完全に流れてるしもね。はいはい。で、うんうん、なんでこの白 T シャツなんですか？いや、自分がこの活動するきっかけっていうのが、ね、まあ、やっぱり岩佐さんの去年12月に初めてお会いさせていただいて、はいはい、でその時にあの友人とチャリティーの、うん、まあ、募金で集めたお金っていうのをちょっと見えるところの、まあ、施設とか、はい、してたところのところに、まあ、自分たちで出したいなという話をしてた時に、うん、たまたまあの、まあ、朝活やってる仲間が岩佐さんをご存知で、はいはい、まあ、ご紹介いただいたんですね、うん、でそこからなんか約1年ほどいろいろと携わさせていただく中で、やっぱりあの、まあ、岩佐さんがいつも言うのが、みんなに知ってもらいたいっていうことをすごく言われます。そのチャリティーの時とかでも、お金を集めて渡しましたっていう感じじゃなくて、うんうん、あの単に渡すんじゃなくて、それがどういうふうに生きるのかであったりとか、施設のこととかを分からずに募金みたいな形で渡して、うんうん、あとはもう何も知りませんっていうんじゃなくて、やっぱりみんなが社会的な問題っていうのを解決していくためには、まずそのお金がどういうふうに生きるのかとか、他に何ができるのかっていうことを知ってもらいたい。でその時にシンボルとして T シャツを着て、自分たちはあの施設の方に行かせていただいて、やっぱりそこで活動する中で子どもたちと触れ合って、この子たちがどういうふうにもっともっと良くなるのかな、そして実際に施設に行かれてる。行かれて、行ってますね。あ、で施設の子供たちと何か触れ合ったりしますね。あ、その時にあのその以前ね、岩瀬さんがおっしゃったのこの T シャツ着てるのは、その外へあの連れて行った時に、あのどこかわからん大人なのか親子関係なのかとかがわからんので、そうそう、着ることによって分かっていただけると。子供さんは愛着障害を持ってるから、うんうんうん、大人みたいな誰にでもついていってしまうと、うん、そ, うだ、それがあの危ない危険やいうことで、目立つようにそれ防止する意味でね、白の T シャツ、うん、これごめんなさい、真冬でも基本的に、え、なんか長袖とか、なんかトレーナー、長袖とかは今どこもらってますね。あ、もしかしてこの中に着込んで、これを上に着るみたいなのかないう形で、そうですね、トレーナーがなんか着たら上にこれを着る、そうそうそう、これ上にするのね、そうです、そうです。あれが効果あります、この T シャツの、あ、その着てることによって周りの大人の人がね、うん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 、なんか変、不審な人じゃないと思うとかあの子供たちには安心じゃないですかね、はい、あ、まあ、見てわかるからね、そうです、そうです、はい、あの T シャツのおっちゃんやおばちゃんやってなったら、はいはいはい、やっぱり 何かを求めている子供たちがやっぱり目印としてこれを見てくれたら、うん、やっぱ着てる意味あるのかなと思いますし、まあ、ユニフォームですもんね、そうです、そういう意味では。黒川さんって仕事って行政書士さん、違う社会保険労務士や、そうです、そうです、ね、ですよね、はい、そうです、社会保険労務士の風に見えんでしょ、うん、でもなんかいや僕最初にあの正直あのクリエイターがそのなんかコンピューターとかグラフィックデザインとか、そうそうそう、そっち系の雰囲気の人だからね、うん、でも社会保険労務士で、はい、やっぱりそういう風な活動につながっていくっていうのは、はい、やっぱり昔からそういうのがあの意識されてたんですか？そうですね、何かしたいなっていうのはすごく昔からあったんですけど、それは子供たちに、それとも世間にボランティアに、ああ、子供たちにの方が強いと思う。子供たちに。それなんか理由があったんですか？子供の頃こんな経験したから、大人になったらこんなんしたかったとか。多分今の仕事にも関わってくるんだと思うんですけど、はい、結局子供たちが、まあ、年金であったりなんだりとかあった時に、お互いを支え合うっていう仕組みが今社会で成り立ってる中で、やっぱりその一番これからを担っていく子供たちに対して何かしないと、結局それは自分たちに返ってくるっていうことがすごく昔から頭にあって、じゃあ何ができるんだろうっていうので、
ボランティアという形でこのユニフォームを着ながら子どもたちと直接触れ合いつつ、でもやっぱりお父さんであったりお母さんとかがやっぱり満足してないからそれが暴力になったりとか、そういうことになるんだったら、それを会社の中でもお父さん頑張って働いて楽しかったよって思って元気よくね、ドア開けて帰ってきたら、そんなことする人も減ってくるわけですし、やっぱり全部つながってるんだなっていうことを感じさせてもらって、じゃあ現場の子どもたちも見ながらで、かつ自分は仕事として社会保険労務士として会社もやっぱり良くしていきたい、これってどっちかがかけてもダメだなと思って、やっぱりいい相乗効果ですかね、うん、はあるでしょうね、そういうのはね。実際その子どもたちに触れ合ってみて、はい、どうですか。やっぱりあの自分が今まで本当に当たり前だと思ってたことが、子供たちにとって当たり前じゃないっていうことに対して、やっぱりまず親自身に対する感謝も生まれましたし、逆に子供たちにじゃあそれがなんで足りないのかなっていうことに対して何かしてあげる、誰かの子供だからうちはほっといたらいいとかじゃなくて、みんなの子供っていう考え方で何かできないのかなっていうのをすごく岩佐さんと会って感じるようになって、もう岩佐さん自身も苦労されながら里子を育てても、里親さんの支援も自分自身も大変な中でやってるっていう姿を見た時に、あ、この人のやってることを自分も自分なりの形で手伝いたいなっていうふうに思ってやってってると、なんか自然に岩に至ったみたいな。あ、なるほどね。いやでも本当にあの無理せずにいいぐらいのこうね、あの自然体でそういう活動されてるなって感じします。だから俺はやってるぞみたいな人ってちょっとしんどいですもんね。周りから見て。社会保険労務士としてもやっぱり社会を良くして会社を良くしていくっていうことのバランスも考えてあるっていうところがね、いいと思うんですね。ありがとうございます。まあほならまあその続きをちょっと次回ね、続きしたいと思いますんで、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。